こんにちは、えー、初めに一つ皆さんにお聞きしたいんですけれどもこの中の皆さんで自分の人生の将来でもうやりたいことが決まっているっていう人っていうのはどれくらいいらっしゃいますかちょっと手を挙げていただけますかあ半分いないかぐらいかですかねわかりましたはいありがとうございます えー、僕はですね今でこそ国境なき医師団の事務局長としてこういう TED トークに呼ばれていますけれども大学時代は全然誇れる学生じゃなかったです。一浪して入ったんですけれども「ああの子かわいいな」とか「おあの子もなかなか」とかそんなことばっかり考えてました。で勉強はテスト期間の時だけしてあとはサークル三昧と。 そんなことですから当時は就職氷河期っていうこともあって大学3年生の時の僕の就職活動を全滅しましたどこにエントリーシートを出しても一社からもう一次面接にすら呼ばれなかったんですやっばいってどうしようって本当に途方に暮れました当時僕は偏差値のコンプレックスがあったんですねでどうせ 自分のの人生というのは大きなことなこんてのはできないと勝手に決めてましたでも就職留年をしてもう割り切ってもう過去はもううしょうがないとでももしこれから何か一つの大きな夢に向かって毎日一生懸命頑張れば10年後20年後どうなるんだろうとやってみたいというふうに思うようになりました大学を卒業して僕が入ったのは外資の IT 企業。 営業職です学歴の関係のない実力主義の世界でやってみたいというのが一番大きかったですただある程度仕事ができるようになってきた時この仕事を自分の人生でずっとやっていていいのかなと悩みましたいや違うと僕は世界の現実っていうのを自分の目で見てみたいんだテレビとか新聞とかからだけではなくて。 できれば見るだけではなくて世界で最も弱い立場にいる人たちのために仕事を通じて貢献したいっていうのがありましたそれで難民っていうのをキーワードにしてネットで検索してました「なるほど」と「緒方貞子さんの UNHCR があるな」そういえば赤十字があるな」「ん?」「国境なき医師団」んか聞いたことあるなどういう組織だろう 国境なき医師団は独立した国際的な医療人道援助団体です1999年にノーベル平和賞をもらっています一番の特徴は活動資金の9割以上を民間からの寄付で賄っていることです効率効果責任を追求するプロフェッショナルな人道援助団体です調べてみるとお医者さんとか看護師さんだけではなくて 人物金の弁で援助活動に貢献する非医療のスタッフも実は半分ぐらいいるとここであれば自分のしたいことが経験できるし自分をより成長させることができるなというふうに思ってどうしても入りたいというふうに思うようになりましたでも入団試験僕実は2回落ちてるんですねあの英語が全く当時できなかったんです もう会社を辞めてましたのでアルバイトとしてあのまあフリーターですよねいろんなアルバイトを前にしながら英語の勉強をしてました1年半がたった頃ようやく電話が鳴りました「村田さんアフリカのスーダンのダルフールっていうところに行ってみませんか」って「よし」とそこからですよ僕の国境なき医師団での仕事が始まったのは。 初めはロジスティシャンという物資の調達管理をする責任者でしたダルフールはもうまるで違う惑星のようでした紛争のために着のみ着のまま持てるものも持てず命からがら逃れてきた国内避難民という人たちが当時およそ180万人ぐらいいました 誰が悪いい。のか分からないとただ傷跡だけが残っていく家はない学校もないでも命はあるとそういう苦境にいる人たちのために国境なき医師団は無償で医療人道援助を届けてました一番印象に残ったのは同僚たちの姿ですおとなしく自分の国で働いていてれば、 もっと快適なはずの暮らしを自分の家族や友人たちと過ごせるはずなのにわざわざアフリカの紛争地にまで来て自分の人生と全く関係のない人たちに毎日朝早くから一生懸命仕事をしているとものすごいモチベーションがピュアな人たちだなと思いましたでも仕事はプロなんですね外科医麻酔科医手術看護師小児科医 非医療のスタッフも高いレベルで援助活動に仕事に貢献できる人たちばかりでした自分の同僚を誇れるって思えたんですね自分たちがやっている仕事の必要性もインパクトも目に見えて分かりましたこういう組織でこういう人たちと一緒に仕事をしていきたいと強く思うようになりましたそれ以来 延べ10年間僕はアフリカと中東なので特に紛争地で医療人道援助をしてきましたでも実は一度だけこの仕事をやめたいと思ったことがありますそれは現地,の現地の活動責任者としてシリアにいる時のことです2011年から続いているシリアの内戦は今世紀最悪の人道危機というふうに言われています そこでは戦闘員と暴力を持っていない一般市民とが全く区別されず住宅地や学校や病院が無差別に攻撃されていました膨大な医療のニーズに比べて自分たちがやっていることは大会の一滴に過ぎないんじゃないかとプレスリリースで国際人道法を遵守すべきっていうふうに訴えても全く状況が良くならない。 悪化する一方の内戦の被害に対し無力感が募っていってもうこの仕事をやめようと思ってましたでもある患者さんとの会話がその後の僕の人生に大きな影響を与えました自分と同年代の彼は空爆で家族を亡くして自分の右足も亡くしてました手術を終えてベッドに横たわっている彼に僕は」 国境なき医師団の活動責任者としてはあるまじきなんですけれども人道支援の限界この仕事の愚痴ですねそれをちょっとこう彼に言ってしまったんですその時僕よりももっと絶望の淵にいるはずの彼がこう言ったんです「Don't say that you are our hope so please don't say that」 僕は言葉に詰まりまりした「You are our hope」あそうだったのかと自分と自分のチームはそんなふうに現地の人たちから思われていたのかそれまで僕は活動の責任者としてこれぐらい予算を使っているんだったらこれぐらいの患者数がいないといけないっていう数字を記念していたところがありましたどこかででも気づかされたんです 戦争による暴力の被害者の人たちからすれば現場で現地のスタッフたちと一緒になって前線で働いている僕らの姿っていうのは世界のすべてからまだ完全に見捨てられていないっていう希望にもなりえるんだと。一昨年僕は国境なき医師団日本の事務局長になりました。日本の社会で人道支支援に対する支持を広げて、 日本から現場により大きなサポートを届ける。これが国境なき医師団の今の新たに掲げたミッションです。国境なき医師団の挑戦は続きます。でも、一つ大きな問題があります。それが医療への攻撃です。僕が2年間赴任していたシリアのアレッポというところでは、 テロとの戦いという名目で反政府側ににある医療施設が次々と空爆にあってて破壊されてきました医療への攻撃で一番の問題はその医療施設で働いている医療スタッフや患者さんたちが被害に遭うということに加えてその病院を命綱にしている現地の何万人という人たちから医療へのアクセスが奪われて結果として 助かるはずの命が助からなくなっていくことですそれが自分と自分のチームの目の前で何回も行われていました数え切れないほどの救えるはずの命が救えなかったんです僕は今もそうなんですが目を閉じるといろんな亡くなった人の顔が浮かんでくるんです現地スタッフの顔 一緒に働いた現地のコミュニティの人たちの顔そして現地の病院長たちの顔非常に憤りを覚えましたそれがシリアだけでなくてましたその経験から今日の人道危機で最も大事な問題の一つは医療への攻撃を削減することであると。 いいいうふううううふにに僕は思うようになりましたでもどうすればいいのか国境なき医師団のような人道援助組織が国際政治の現実の下でどうしたら医療への攻撃を少なくすることができるんだろうか僕はその問題に客観的に広い視野から取り組むために一旦国境なき医師団から離れて大学院で勉強することにしました。大学院の入試で 一番大事なのはエッセイですハーバード・ケネディ・スクールでは「What is your career goal?」っていうテーマのエッセイがありました僕はこう書きました「私のキャリア・ゴールは紛争地で援助を主張としている人たちの医療へのアクセスを増加させて助かるはずみの一が助かる環境を作ることです」そのために喫緊の課題である 医療への攻撃を少なくさせるためのアドボカシー戦略をハーバードで描きたいんだ合格しましたジョン・ F ・ケネディ・フェローシップという名の大変名誉ある授業料の全額奨学金付きでハーバード・ケネディスクールでの留学生活はめちゃくちゃ楽しかったです勉強は死ぬほど大変でしたけども たただやらされている感っているうのはゼロでした自分がやりたい勉強ばっかりだったからです。世の中のこの問題を解決したいっていう問題意識を持った自分と同じ40歳前後のミッドキャリアの人たちが世界中から集まってくるところでした。政治家や軍人官僚ジャーナリスト国連職員の彼らと 一緒になってより良い世界にするためにディスカッションを繰り返す毎日は僕の人生の大きな財産になっていますさてここで皆さんに質問です日本に生まれた皆さんは心からの夢っていうのを持ってますか僕は高校時代偏差値50でした 大学生の時就活で全敗しました。でも国境なき医師団で日本人初の現地の活動責任者になりました。今は日本人初の事務局長としてやってます。同一人物です。そこがポイントです。以前テレビである有名人の人がこんなこと言ってました。才能と努力というのが 1> 1から5まであるとで才能1の人が1しか努力しないと 1×1 で1にしかならないとでも5を努力すれば5にな,るなりますねと才能5の人が5を努力すれば25になるけれども1しか努力しないと5にしかならないとなるほどなと思ってその時は聞いてましたでもこのロジックだと僕のケースが説明つかないんですね で僕の考えはこうです才能というのは人によって1から5ぐらいまでしか違いがなかったとしても努力というのは5で終わるものではなくて678とずっと無限大に続けることができる。もちろん大変なんですけれどもそれを下支えするのが夢であり理想そして大きな志。 これを描けるか描けないか持っているか持っていないかでその人の人生ででで努力できるる量っていうのが変わってくるんです今の自分がいますまず大事ななのは個人としてどうなりたいかですでもできればそこで終わるんじゃなくてどの分野でもいいのでパブリックに対する使命感というのを持つことができたらその人はより強くなれると。 僕は思いますもちろん今の自分と理想の自分とでは差がありますのでそのギャップを埋めていくためのアクションを一歩ずつ取っていくともう一歩一歩それの繰り返しですまとめです今日自分の経験から皆さんにお伝えしたいことは次の3つ一つは日本に生まれて 夢を描かない追いかけないっていいい追かけうのっすもちろんいろんな境遇にいる方がいらっしゃるでしょうけれども今日お話ししたシリアの内戦の被害者の人たちやスーダンのダルフールの国内避難民の人たちのことを考えると僕らはずっと恵まれているはずです。ですから夜そのことを考え出すともうちょっと眠れなくなるような。 これができたら自分の人生本望って言えるぐらいの心からの夢っていうのを持ってください。二つ目は勝手に天井を作らないということ。二十二年前のどこにでもいる普通の大学生だった当時の僕が国境なき一団ハーバードって言ってもバカにされました。でも今から考えると可能性はあったんです。 ですから確率論じゃなくって自分の可能性を信じるようにしてくださいそして最後に個人としての成功よりもはるかに大事なもののために自分の命を大きく使ってくださいありがとうございました